皆さん今日何日か知ってますか？今日あちかね YouTube を開設して8年と2日経ったらしいね。で2014年に開設したらしいんだよね。なんで2014年どんなことあったか今2022年に至るまで調べてきたんだよ私。でまずやばい、2014年どんなことがあったかっていうと、あの名言が流行った年だね。スタッフ細胞はあります。いやこれ超流行ったよね。これ確か流行語大賞になったんだっけ。流行って、であとはね、どんなことあったかっていうと妖怪ウォッチとか、あとダメよダメダメとか、あとね笑っていいとも終了とか、消費税がね 5% から 8% になったのも2014年らしいね。で2015年がマイナンバー制度とかで、2016年があれだね、スマップ解散とか、あとはこち亀終了とか。でも流行ったのもあって、ポケモン GO とか、あとね、ちょ待って、私今日メモ見て喋ってるからいつもよりプレイがガバガバ。でもそれでも私1位取りに行くからね、熱いね。で PPAP とか君の名はとかで、2017年がまあ、スイッチ発売とか、あと私のスケ好きな君の膵臓を食べたい、私これ結構好きなんだよね。うーわ、青コーラ来てるわ、どうしよう私。青、待ってこれ譲るわ、羽生より譲っちゃう私。え、譲り合いの精神、譲り合いの精神すごくない？どんだけプレイキュンでたのみんな。めっちゃ譲り合いの精神だったね。オッケー、まだ間に合うね、まだ間に合う、まだ間に合う。これ青コーラ行けば全然私に1位あります。これ使う、これ使う、これショートカットで使おうか。で2019年、これが令和だね。令和誕生して、あごめんねーと、令和誕生して、いやこれ使っちゃう時、ここだ勝負のショートカット。あぶねあぶね、自給自足するとこだった。で2020年にコロナ流行ったね。で熱盛とか、あとアベノマスクとかで、2021年にどういうのが流行ったかっていうと、あれだね、ちょ待ってこれ1位取りたいな。センター試験が大学共通一次テストみたいな、名前が変わるみたいな、そんな感じになったのが2021年だね。で2022年、これネットで調べたら何があったかっていうと、シューゲームズ100万人